ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3連戦振り返るの時間です。まあ、3連戦振り返るしてもなんかいろんな日程が変わってるからな。なんかパリーグなんかね、まあ、3連戦ちょっとワンカードずつだったりする時もありますけど、うん、まあそうだね、うん、まあただ今週は、うん、今回はもうなんといっても首位攻防戦、そうセリーグはね、うん、まあ、それと3位4位の戦いもあったということで、うん、まあ熱入ったね。ねえ、まあ、それとパ・リーグの方は、うん、まあ、上位と下位のね、うん、まあ、対戦が行われたけども、はい、まあ、それをね、まあ、振り返っていきたいと思います。もう残り試合数も20試合切ったりしてきてるのかな。そうなんだよ。だからね、もう日程がねごちゃ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 してきてるから3連戦振り返るに影響が出てる。まあまあタイトルは変わらないにしても、うん、まあ大体基本的には木曜日とまあ日曜日にはね、うん、まあ、動画アップしようとは思ってるけども、うん、まあ、それも ずれる可能性もあるっていうことだけはちょっとねお伝えしておきます。はい、はい、ということで看板やちいちゃんよろしくね。ね、はい、よろしくね。はい、ということでこうなりました。セリーグです。はい、はい、首位攻防戦の広島対巨人は巨人が3連勝になりました。阪神と DeNA は、1試合雨で中止になりましたので、はい、一勝一敗2試合になりました。もうすごい今日は大雨だったね。なんかあれですよ、ゲリラ豪雨、ちょっと何水没じゃないけれども、まあ、そうだね、ぐらいね。でベンチで上にテント出してたら水が溜まるんだけど、そこに滝行だっつって筒子がこんなやってたけどね、シャーって雨かぶってたけどもまあすごい映像があったけどもね。はい、はい、というようなことで1勝1敗、はいはい、中日とヤクルトは、はい、ヤクルトが2勝1敗の勝ち越しになりました、はいはい、ということでね、うん、1戦目、はい、というか広島がどういうピッチャーを投げたか、はいはい、森下、アドア、トコダ、うん、巨人はローテーションを変えてきて、はい、菅野、グリフィン、戸郷ということで ね前回のね、あの最後にそんな話ありましたね、まあ、そうだね、菅野投手を、はいはい、で1戦目6対1、まあ、巨人ということで、はい、まあ、菅野があの非常にやっぱり安定した投球を見せてくれてた、うん、今年やっぱり菅野は非常にいいね今年ね、本当、まあ、小林とこう組んでやってるんだけども、うん、非常に5回57球、はい、1安打、はい、5三振無四球無失点ということで、うん、まあ、これ勝ち投手になるんだけど14勝2敗はい、防御率が 1.60 ということで、うん、でね、これ、5回で降板するんだけども、はい、まあ後から聞いた話では、うん、軽い熱中症の症状で5回に下ろしたっていうんだよね、うんうん、大丈夫ですかね。まあそうだね、うん、でこの下ろした場面なんだけども、はい、6回門脇タイムリー、うん、で6回に秋郎が菅野の打順の時に代打行くんだよ、はいはい、この時点で1対0なんだよね、うんうん、であだから門脇が打ってるから、まあ、点はもうちょっと入ってるけども、うん、秋郎持ってった、え菅野なんかあったのかとか、うん、まあ、ちょっと心配した、まあ熱中症っていうことで後で分かったんだけども、まあ怪我とかじゃなく、まあそうだ ね、でエース初戦を取りにわざわざ菅野をね立ててきたっていうところで、うんうん、まあ秋広が代打で行って、秋広がねやっぱプレッシャーかかったと思うんだよ、ね、この代打は、うん、やっぱ菅野の代打非常に1安打しか打たられてないピッチャーに変わって、ね、緊急的なね感じですね。まあそうだな、うん、まあ行くぞとはまあまあちょっと言われたんだと思うけども、うん、まあ秋広がタイムリー見事に、まあ、4対0この時点でね、うん、でまあ4対0というのはもう初回に、うん、坂本がこの日から2番に入って、うん、先制ソフトのホームランを打ってるんだよね森下から、うん、だからやっぱベテランの力だったらでかいなと思ってさ、こういう試合っていうのはね首位攻防戦やっぱ先取点というのはものを言うし、こうやって若手がさ打線とつながってくると、まあ、よりこう勢いが出てくるというね、うん、だから坂本がなんかこうソロホームランで先制してくれた、まあ、6回には門脇昭弘、うん、まあ、4対0で7回には、浅野門脇がタイムリーで6対0というね、若手にも活躍してね、まあそうだね、はい、だからまあベテランと若手が融合した、うん、まあ非常にいい試合になってるかなっていうね、うん、まあ広島は6回野間のタイムリーの1点だけということで、うん、ちょっと打てないなね、うん、それとやっぱ
前回の話では、うん、広島の投手陣早い回に点を失点すると苦しいよっていう話はしたんだけども、うん、もう森下頑張ったんだよね。5回までは1失点で、うん、で6回にちょっと捕まるんだけども、森下が5回3分の2、105球、うん、7安打、4三振、3四球、1失点、1デッドボールの4失点ということで、うん、森下らしくないというね、うん、また3四球、うん、1つのデッドボール、1四球が4ということは、うん、まあ、到底、森下の投球とは考えられないんだけども、まあ、逆に言えばそれだけ慎重に投げてたという、うん、まあ、そういうことも言えるけどもね、うん、その慎重さがなんか捕まるポイントになったのかもわからない、うん、で広島は、まあ、小園と坂倉が打たなきゃもう絶対ダメだよって言った試合、うん、この日坂倉と合わせて小園と合わせて8打数1安打で、この小園、坂倉、末金って並んで入れてたんだけど、うん、末金も入れたら12打数2安打、うん、やっぱね、この中軸が打たないと苦しいわ、まあなんとか頑張れということでね、うん、見てるんだけども、うん、でも巨人のやっぱ菅野、小林のバッテリーっていうのはこうやっぱ落ち着き払って、なんかこう相手を見ながらしっかり投げれてるしね、それに若手がすごく野手陣がついていこうとするね、なんか必死さを感じられて、うん、で広島が必死さがないっていうことではないんだけども、うん、なんとなくこう押されてるっていう感じがするんだよね、うん、巨人にね、雰囲気的にね、うん、これはこの試合に限らずという、あ、まあちょっとやっぱ菅野の投球が良かっただけに押されてるっていう感じがしたよね、うんうん、だから菅野のこの一戦の先発で5回しか投げなかったけども完璧になんていうかな、投げ切ったというね、うん、まあ、そういう内容でした。で2試合目、はい、9対2何があったんでしょうか、巨人ということで、うん、まあ、広島は堂林、はい、4回タイムリー、6回に犠牲フライ、うん、まあ、堂林がね、うん、2打席連続の打点で、ね、2点リードを、ね、で投げては、はい、アドは、うん、6回67球2安打4三振、うん、無四球無失点、これね、二塁も多分踏ませてないと思うんで、なんか、まあ、そのぐらい完璧だったんだよね。そうですね、うん、で、それをつないだ半、うん、2回、回またぎでいった、うん、23球、はい、1安打、うん、無四球無失点、ここまでは完璧だったよ、うん、広島は、ね、で、広島の野球だったんだよね、うん、まあ、例えばその先制につながる1点叩き出した堂林、うん、その前に盗塁を絡めてるんだよね、うん、だからそういう意味ではなんか非常に広島らしい野球、それと僅差で勝っていくというね、今年の広島の野球、うん、2対0で9回を迎えた、こっからだよね、え、何があったんでしょうね。それも当然栗林が来る、もちろんそうですね、抑えシチュエーションだし、こういうシチュエーションね、うん、うん、でまあ結果言うと、はい、栗林0回アウト取れず、はい、24球投じ、うん、2つのヒット、うん、3つのフォアボール、はい、1つのデッドボール、うん、6失点でマウンドを降りるという、これはちょっと驚きですかね。でね、栗林の狂ったポイントっていうのは、うん、やっぱ丸の先頭打者フォアボール、うん、まあ、これもやっぱやっちゃいけないことだよね。まあ、ただ2点あるし、うん、っていうことはあったんだけど、巨人はホームランがあるからということでやっぱりより警戒していくんだよね、うん、そしたらノーアウト満塁になって、うん、吉川を迎え2ストライクって追い込みながら、うん、あれなんで高めを要求したのかわからないんだけど、うん、まあ、高めに行った球がちょっと引っかかって、うん、やっぱ怖かったんだと思うよ、はい、高めに投げるのは、うん、長打を食らったらっていうのがあって、そしてデッドボールという、ね、これが押し出し、うん、押し出しになるんだよね、うん、で岡本、やっぱね、岡本にカーブをめちゃくちゃうまく打たれた、うん、もうこれで栗林が何をやってるかわからなくなった、はい、もう軽くパニックみたいな状態、いやもうだいぶパニックだよ、うん、軽くじゃないのこれもねいやなんかね、マウンドでいるとさ、うん、そういう風な感じには見えないですけれども、うん、いやだけどね、やっぱね、何を投げても通用しないんじゃないかっていうぐらい、まあ、例えばまっすぐ投げたらデッドボールとかフォアボールになっちゃうとか、それとかカーブでね打ち取りに行って
多分カーブだったと思うけど、うん、いやいいボールだったと思うよ、うん、それを岡本が、うん、うまーく打ち返したよ、うん、これでやっぱパニックになったね、うん、もう全然ダメになった、はい、それでもう慌てて森浦に帰るんだけど、その後のモンテス選手をねまたフォアボール出して満塁にした後ね、うん、そう、うん、それはね森浦だってね、うん、心の準備できてないよ。いや本当そうですよね。これは、うん、本当は出る幕はない予定だったんですよね。そうそう、だから栗林がそのまま抑えて帰ってきて、うん、ハイタッチをするもんだと思ってたんだけども、だけど森浦が3失点というね、もう9回だけで9点取られたという、ね、こんな試合展開はめったにないですね。めったにないけど広島にしてみれば、まあ例えばまだ優勝とかね、うん、いろんなことはわからないけども、うん、この試合がターニングポイントになったかもからなるかもわからない。振り返ってみるとね、うん、で巨人は逆に言えば、うん、優勝するとしたらこの試合がターニングポイントになるかもわからないね。なったかもというような重要な試合だった、ね、試合だったな、ね、試合になっちゃったな、うん、で3試合目、はい、だからここで広島が止めるとまだね、あの昨日の負けも全部払拭できるんだよ、うん、まあ、全部払拭できるって言ったら変だけども、うまく切り替えができたかな、ね、そうだな。で巨人はやっぱこの勢いを生かしたいよね、うん、だけど 5-0 ということで、巨人が勝つという、はい、でこれはね広島、うん、絶対勝たなきゃいけない試合だったんだけども、はい、広島ツーアウト、あ、ワンアウト2回ね、2回に広島の攻撃、うん、はい、ノーアウト 1-2、うん、末金に俺どうするかなと思ったら強行に行くんだよね、はい、まあ、確かに打順が下がっていくから、うん、これは打たすんだろうなと思いながら、うん、でもどうなんだろうと思ってるうちにダブルプレーという、で三塁坂倉が残り、はい、菊池が申告敬遠、はい、でバッターは床田という打者がね、うん、で床田がピッチャーライナーに終わって、うん、得点ならずという、で巨人は3回、うん、浅野、はい、ツーベースヒット、うん、先頭打者でね、うん、でまあ、当然門脇はバントだろうなと思ったら、うん、バントしたその処理をやっぱね昨日の試合だとかその前の2回のダブルプレーだとか非常に流れが悪いんだよ、うん、で床田が取って、はい、サードに送球しようとしたら、うん、やっぱ小園とのね呼吸が合わないんだよね、うん、小園もちょっと強めのバントだったから前に出ようとしてて、うん、いやベースには戻れたんだけど、うん、その距離感が床田は分からずに、うん、投げずに迷った挙句一流に投げたんです。サードに投げようという装備ではしてましたもんね。してた、うん、それでやめて反転してファーストに投げようと思ったんだけども、うん、やっぱ踏ん張れないんだよね、うん、腰が浮いちゃってて上体の力でしか投げることができなかった、うん、で門脇は足が速い、うん、全力疾走当然してる、うん、で菊池はやっぱなんとかアウトにしたいと思って、あれね菊池がジャンプしたら取れたと思うんだよ、あのファーストカのベースカバーに入ってた菊池ね、そうそう、だからギリギリだったんだよね、うん、でも足からベースが外れたら悩んだになると思って必死に伸びたんだよ足ね、くっつけたままね、いやそしたらねもうほんとギリギリグラブの先端に当たって抜けてったな、まあ、これがエラーになって、先取点を取られるという ね、これが床田投手の悪送球ということなんですね。そうだね、だから床田の迷いも分かるんだよ、うん、2回にダブルプレー食らって自分がアウトになってて、うん、先取点を取れなかったというね、で絶対選手点を与えてはいけないと、うん、選手点を与えた試合は9月に入ってから勝ってないんだよ、うん、7連敗かなんかしてるんだよね、うん、いやだからそれもねおそらく分かってたと思うんだよ、うん、だからサードを刺しに行ったりとかいろいろしてて迷った挙句エラーが出て、まあ、内野安打とエラーでもう1回ノーアウトランナー2塁を作られるという、うん、門脇がセカンド行ってね、うんうん、で戸郷が送り、でもオコイを三振に取ったんだよ、うん、で2アウトランナーサード、はい、これがねまた坂本なんだ2番、うん、これが内野安打で1点を取るという ね、うん、これね菊池が取れなかったかなと思うけど難しい当たりだったな、ね、ちょっと変化してるんだよね、うんうん、まあ、それで取れなかったんだけどもこれも仕方ない、でもベテランってこういうところでしっかりやってくれるよ、うんうん、で吉川がフォアボール、
で岡本が渋く落としてタイムリーという、うん、これで3対0あだからねこれはねもう巨人の勢いというか、うん、なんか床田の心境だとかやっぱこの3連戦をこう作ってきたこの両チームの勢いとか、うんまあ、そういうものが床田の全部肩にかかっちゃったなっていうようなねもうピッチングだけじゃなくてね、うん、だから床田見ててちょっと気の毒だったよ、うん、これかわいそうだったなちょっとな、うんうん、まあだけど巨人はやっぱ畳みかけるところはしっかりねベテランでまた主軸で畳みかけてくるもうこの3試合の流れっていうのがもうね1試合ずつじゃなくてこの3試合の流れっていうのができてしまったんですね、まあ、そうだなそれでね、うん、チャンスはなかったわけじゃない広島6回にね、はいワンアウト満塁というチャンスを作るんだけどまあ打ち取られてね、まあ、堂林、末金、うんまあ、末金が三振かな、まあ、そして、点に結びつけれないという、うんうん、で巨人8回、うん、ツーアウト1・2塁、ね、これ守りの場面なの、バルドナードがちょっと乱調だったんだよねで末金を迎えたところで、うん体勢を持ってくるというねこの回頭からバルドナード投手がケラー投手に代わって上がっていてそうそうツーアウト一塁うん一二塁一二塁ね、はい、っていうところで体勢を持ってくるというそうですね、うん、打者末金、うん、で確かね末金はね11本ホームラン打ってる中6本を巨人戦で打ってるんだよね今シーズン9本打ってるあ9本うんあ、そう末金選手ねはいはい、うんうん、まあそのうちの6本が巨人戦かな、うん、で打者末金の時、うん、今日の内容は1打席目、ゲッツー、はい、2打席目三振、うん3打席目三振という、うん、全く当たってないんだよ、はい、でもやっぱ阿部監督が慎重だったな、うん、体勢を持ってきた、ね、今季初めて抑えの投手を替えまたぎで使おうとしたのがねなるほど、まあ、結局は使うんだけども、うんまあ、見事に、ピッチャーゴロに抑えて、うんピンチをしのいだというでまあ3対0、うん、でも広島もね、巨人の昨日のね9回の9点というのがあるから、うん、もう絶対諦められる試合でもいやだからまあ巨人の攻撃、うん、門脇ヒット、はい、先頭打者、うん、湯浅、うん、バント失敗、はい、奥へバント失敗これでねなんかちょっとあれっていう風な気はしましたよおいでそれはね流れが変わりかけるよこれはそうそう本当にいやそれで阿部監督もこう後の1点を取りに行きたいっていうことでねあなんとか送ろうとしたんだけど2人アウト、うん、と思ったら今日スタメンから外れてた丸に回ってくる、うんまあ、ダイソーから入ったんだけども、はい丸がツーランホームランで5対0というなんというもうねやっぱベテランの力ってでかいなこの真逆の結果というか、うん、バントが2回失敗するっていうことはめったにないとは思うんですけど、うん、まあね、まあ、でもそれだけね、うん、やっぱこの次の1点が大切だという、うんまあ、プレッシャーも若手にかかってて、うんそれで失敗をしたというふうには思うんだけども、うんまあ、1点取りに行ったのが丸ベテランのおかげで2点取れたというねこれいやまあここに、うん、でも阿部監督が丸を入れたっていうことも入れてたっていうこともヒットだしね、うん、で丸を入れてたから おそらくバントで送ろうとは必死にしたんだと思うんだよ、うん、だけどそういう期待に応えられるというね反対にこう広島のバッテリーからするとこの丸選手の、うん時はこのホームランを打たれてはいけないっていうのはあったと思うんですけど絶対な、うん、うんこういう結果になってしまったのはもうちょっとまあしょうがないよな、うん、だから遅れないランナー一塁、うんまあ、セカンドに進んでたら、うん、まあちょっと歩かし気味のみたいなのも考えたのかもわからないけども、うんまあ、ランナーが一塁にいるし、うん、やっぱ勝負ということでいったらねまあ結局はこう打ち返されたけども ねでもやっぱりねこの3連戦見ると、うんやっぱ菅野小林のバッテリー、うんね坂本の先制ホームランとか、うん、やっぱこう2試合目は丸のフォアボールから始まり、うん、岡本のね、うん、
もうなんかパニックになるような打ち方いやいや本当に芸術的な打ち方、うん、本当にうまく打ってるしね。で最後はやっぱ丸とかね、うん、まあ、そういうのがこう決めたという、まあ、エース統合もね、うん、まあ、非常にいいピッチングをしてたけども、うんうん、だからまあこの3連戦を振り返ってみてね、うん、まあ、広島が3連敗して結局4ゲーム差になっちゃったんだよね、うん、これはね4月の頭に4ゲーム差っていうのは一番ついたんだよね、うん、首位との、はい、それ以来の4ゲーム差っていうことになったんだけども、うん、まあまだまだ試合あるしね、うん、これでもう諦め広島諦められんのかっていう感じがするよ。諦めないだろって。まだもちろん、ただ後ろにはぴったりと阪神もくっついてきますし、うん、そうなんだよ、もうゲーム差なしでひっついたしね。そう、DeNA もその下2ゲームなんで、そうなんだよ、何が起こるか分からない、何が起こるか分からない、1位から4位までね、うん、まあだけど投手力とかいろんなこと考えるとね、うん、優勝狙えるし、うん、十分ね力もあるし、だから頑張ってほしいと思いますね。え、うん、巨人はこれは一つ波に乗った、勢いに乗ったっていうような、うん、そういう3連戦だったね。ね、はい、この乗った波をね、なんとかキープしたいところですね。はい、はい、ということで、うん、次は阪神対 DeNA、はい、これも目が離せない戦いですね。そうなんだよ、うん、で阪神は青柳村上、はい、まあ今日やってたら大竹だったらしいんだけどね、はい、で DeNA は東ジャクソン、うん、で今日やってたら K だったということでね、はい、はい、で1試合目7対2阪神、うんうん、阪神2回大山ツーベース、うん、でねツーアウトになるんだよ、はい、であこれ東だから大丈夫かなと思ったら、うん、梅野がツーベースタイムリーヒット、うん、これ初球だったんだよね、うん、これねやっぱミーティングをしたらしい。どちらが？阪神が東対策 で、はいはい、で東っていうのはファーストストライクの被打率っていうのが、うん、あの高いらしい。なるほど。だからもうとにかく積極的に行けというようなことが構想したあの梅野のヒット、うん、ヒットだったんだ、うん、でもこれね2回ノーアウトランナーセカンドだったんだよ、うん、これが2アウトまで行っちゃうんだよ、はい、ここで点が入らなかったら流れはね非常にあの DeNA に傾いたところなんだけども、うん、だから梅野がやっぱこう止めたね、うん、まあ、しかし4回、はい、オースティン牧連続タイムリーで逆転というね、うん、ね、うん、でその裏4回、うん、はい、青柳がセーフティースクイズで、同点という、ね、うん、でねこれ東もねものすごいいいフィールディングしたんだよ、うん、だけどこれ、ね、ボールがちょっと浮いちゃうんだよね、うん、ここに来ててればファッと来て、ここに来てたら多分ねアウトだったよ、うん、ちょっとね浮いた分だけ距離が出ちゃってちょっととした時間ができちゃったんだよね、はいはいはい、その分だね、うん、うん、セーフになっちゃったな、うん、まあフィールディングはね非常にうまかったんだけども、うん、ちょっとトスだけがちょっと浮いちゃったのがもったいなかったな、うん、で DeNA5 回ノーアウト 1塁海老名がね、まあ山本雄大出て海老名にどうするかなと思った。それはなぜかというと8番に海老名を入れてんだよね、うん、普通2番に入れてるところを、はい、でまあ8番の次は当然東、うん、で1番に青柳に相性のいい上里を入れてるんだよ、はい、だから俺上里を1番に入れるっていうことは海老名にバントでもいいなって。で東ってあのバント失敗したら嫌だなと思ってたし、海老名がおそらく凡打したら東で送って神里っていうことを考えてたと思う。でも確実に送るんだったら俺海老名がバントがいいなと思って。でなんでそう考えるかというと、うん、東っていうのはもうめちゃくちゃ安定してるピッチャーだからさ、はい、うん、だからやっぱ1点リードリードをしていきたかったんだよね。そしたら強行でゲッツーを食らったと、うん、でこの回3人で終わったと。でその裏、はい、森下が勝ち越しのソロホームラン、うん、まあいろんな考え方があると思うけども、うん、まあ海老名が打ってたらどうするんだって。それでも次の回上里が1番から始まるからいいじゃないかって、うん、まあ思う考え方ももちろんあるんだけども、うん、俺はやっぱ送ってほしかったかなって思うんだよね、うん、なるほど、はい、ね、いろんなケースが考えられますね、うん、まあまあそうだね、うん、だからまあどれが正しいっていうのはもうこの時期だから勝ったら正しいんだよね、うん、うん、で6回、まあ、ソロホームランを森下に、5回か勝ち越しソロホームランを食らって、うん、
で6回なんだよこの問題はね、はい、阪神の攻撃、はい、梅のヒット、うん、木浪がバスター、ね、でノーアウトランナー1、2塁になったでバッター島田、うん、これはもう当然アバントだなと思った、うん、そしたらもう1回バスター来るんだよね、うん、だからここら辺が普通のピッチャーだったら俺はバントしてたと思うんだよ、うん、東というやっぱすごいいいピッチャーが投げてるから奇襲に来たと思うんだよね、うん、だからこれからもこういうケースってあるね、うん、やっぱ東はねでフォアボールも出さないピッチャーだし、うん、だいたいストライクゾーンに来るピッチャーだからバスターもかけやすいと思うんだよ、うん、それで島田が見事にレフトにバスター成功させて、うん、ノーアウト満塁、はい、で近本がライトへタイムリーこれで東の32試合続いてたクオリティスタートがなくなってしまうという、ねね、4点取られるという、うん、で続く中野のところで、まあ、投手交代ということになってしまうんだけども、うん、あ東が珍しかったなあ本当ですねあ5回93球、うん、10安打5三振、うん、3四球5失点という、うん、このね3四球っていうのもすごく久しぶりだと思うよ、うん、だいたいさ3連戦振り返りで東が投げた時って無四球無失点とか、うん、無四球1失点とか、うん、絶対ここにはゼロがついてたんだけどな、うん、だけど3四球っていうのは、ね、まあ途中で雨が降ってきたりだとか足場が悪かったりだとかまあいろんなことがあったけどもね、うん、まあちょっと東にしては出来が悪かったな防御率が 1.96 までそうだね、跳ね上がったな、ね、でも早いカウントからやっぱこう阪神がデータを駆使して打ちに来て、うん、だけどそれを的確にね打てるバッターたちの状態も良かったよね、うんうん、まあでもこの中で言えばやっぱ梅ちゃんが最初のチャンスの時に2アウトまで行って初球、まあ、フォークだとかシンカーか、うん、そのボールを初球から打ちに行ってヒットできたということが、うん、まあ東の気持ちを揺さぶったかなっていうような感じがするよね、うんうん、まあ、ね、この試合でね、はい、DeNA は青柳に対して、うん、まあ神里強打をね、まあ、左を使っていったけども1、2番でね1、2番、うん、まあ梶原がちょっとねふくらはぎの張りとか、うん、そういうことでちょっと出れる状態ではなかったということでね、うん、まあでも神里はその青柳に対してね過去のデータは非常にいいものがあったから、うん、まあ、使っていったけどもね、うんうん、まああまり効果的ではなかったかなという感じがするね。そうですね、はい、はい、で2試合目、うん、4対3、はい、DeNA、この試合はねまた DeNA が打順を入れ替えてきた、うん、牧が2番に入り、うん、もう初回、はい、いきなり先制ホームラン、ね、結果出してくれた ね、 ねでその裏阪神2アウト2塁、うん、大山タイムリーヒットで同点ということで、うん、やっぱ阪神も非常に打線的にはつながるなという感じがするよね、うん、で3回、はい、強打ヒット、うん、ジャクソンのバント大山がフィルダースチョイス、はい、セカンドに、うん、でノーアウトランナー1、2塁から桑原、うん、今日1番に入った桑原が送りバント、うん、これはやっぱ2番に牧が入ってるということもあったと思うんだけども、うん、普段から強行に来るね、うん、まあ、DeNA だけども桑原にここら辺はしっかり送らせて、うん、牧につないで牧がタイムリーという、うん、で佐野がワンアウト1、3塁からセカンドの間に、まあ、1点を取って3対1、うん、で阪神6回森下3試合連続の15号ソロホームランで追い上げを開始坂本がワンアウト1、3塁から、うん、スクイズで同点というね、うん、はい、でまあ膠着状態で3対3で8回まで行くんだけども、うん、桑原今日1番に入った桑原、はいはい、ゲラから勝ち越しホームラン、はい、156キロ、何がスピードね、はあ、これね桑原は特徴的にまっすぐに強いんだよ、めちゃくちゃ、うん、うん、阪神にもまっすぐ破壊王子っていうのがいるんだけども、うん、これね桑原もねめちゃくちゃ強いんだよ、こう大谷からホームラン打ってるからね、いつ大谷が若い頃に、ね、日本にいる頃、うん、いやだから小原っていうのは本当に速いボール強いんだよ、じゃあもう速さっていうのは対応できる、ね、全然できる小原はね、うん、で見事にね初球、うん、やっぱまっすぐを張ってて、うん、でゲラも
外のまっすぐを投げようと思ったら、うん、シュート回転して内側に入ってきたんだよね、うん、それを見事に桑原が打ったんだけども、うん、まあさすがやな。でこの試合のポイントは、うん、山崎康明、はい、6回、うん、ノーアウト1・3塁、からジャクソンから交代するんだよね、うん、で坂本のスクイズの1点でしのぐんだけども、うん、よく投げたと思うよ、うん、これやっぱ同点で収めたということ。なるほど、うん、でここにやっぱ経験者であるこういうところの、うん、三浦監督がこれが、よく安明を持ってきたなと思ってさ、うん、タイミングでね、うんうん、いやそれの期待にしっかり応えたなと思ってさ、うんうん、でもう一つのポイントは、はい、DeNA の打順の組み替え、うんうん、昨日この前の試合もあったけれども、ああ、はい、でこの日はガラッと変えて桑原真希を持ってくるんだよね、1、2番にね、ああ、で、はい、村上に対してだから、これ左ピッチャーが投げてるわけじゃない、右ピッチャーに対して桑原真希が、うん、1、2番を組んだということ、うん、この2人がしっかり結果を出せたということが非常に大きかったね、うん、じゃあ前の人は打って変わって、もう全然違う、これ打順の組み替えが当たったよ。なるほど、ああ、うん、で阪神がちょっと誤算だったのが、はい、8月の月間 MVP 近本、うん、これが5打数ノーヒット、うん、これがねちょっと痛かったな。なるほど、やっぱね中野も少し当たってきてるんだよね、うん、全体的にこうシーズン通してあんまり良くなかったんだけど、でも森下絶好調、うん、大山勝負強い、サトテルもいい、うん、ね、で6番に島田が入ったりだとか井上が入ったりとかしてるけど、うん、まあ時に前側とかね入るけども、うん、やっぱね近本が出る出ないじゃ大きいな。もちろんそうですね、うん、まあそういう試合でした。はい、ということで4対3で DeNA が勝ちました、うん、そうだね、だからまあ勝てばね、うん、いいけどもね。でもこの日は桑原選手のホームランが勝ち越しということでね、はい、で牧がいきなりねホームランからスタートしてるし、そうですね、で送ったランナーをしっかり牧が返してくれてるしね、うんうんうん、この 1,2 番の活躍っていうのは今回大きかったなと思う ね、 ね、はい、そういう試合でした。はい、はい、続いて中日対ヤクルト、うん、去年ね、うん、9回まで、うん、中日が、まあ、例えば、まあ、ちょっと聞いてね最後まで話、うん、何話してるか分かんないかも分かんないけど中日が5位だったんだよ、うん、5位だった、もう一回で再開争いしてるけど、はい、5位だったの、昨年の話、昨年の話、はい、神宮でね、うん、そしたら9回にひっくり返されたんだよ、うん、試合をね、うん、逆転サヨナラを食らったの中日が、はいはい、それで中日が最下位になっちゃったの。なるほど、そういう展開になりつつあるんだよ俺も今の今5位でしょ、うん、ヤクルトが追い上げてきてるんだよ、うん、うん、なるほどね、まあそれをちょっと言いたかったんだけど、なるほど、はい、まあ、中日ヤクルト、うん、ね、中日高橋宏と小笠原大野、うんうん、ね、これ名前聞くとね、まあ、結構素晴らしいピッチャーだなと思うけども ね、 ね、でヤクルトのはヤフーレ、吉村、うん、サイスニード、うん、で1試合目、これはねちょっと3対1、うん、まあポンポンと行くけどねテンポよく、うん、高橋宏斗、うん、防御率 1.14、うん、リーグトップで12勝この日勝ってね、うん、で菅野とは2勝差12勝3敗。あれタイトル争いの話ですね。そうそう、タイトル。最多勝。そうだね。うん、で、戸郷との奪三振争い。はいはい。この日で14個。今日戸郷が投げてるんで、うん、多分20個差ぐらいなんだよ。今日、戸郷投手の三振の数が、うん、6個でしょ。6個なので。そうだね。うん、6個なんで20個差になってんだよ、うん、はいはい、でもこれもまだわからないという、そうね、ただね防御率が 1.14 になってるんだけど、うん、これがねあと3試合投げるとして19回と3分の1をゼロでいくと防御率が0点台に入ってくる、うん、頑張ってくれ見せてくれ0点台あんまりプレッシャーものかけないようにまあまあ、ね、でもそのぐらいポテンシャルのあるピッチャーだからね、うん、でこの試合4回、うんうん、村上がねホームラン24号、うん、ね、うん、これは高橋宏斗が今季初めて被弾を浴びたという、う
もうそれ聞いてもすごいなって思う。すごいよな、今シーズン初めてのホームラン打たれた。そうそう、それをまあやっぱさすが村上だなと思うけども、ね、まあそれを食らったというね。悔しかったでしょうね。あ、その悔しかったらもうゼロで行きたかったと思うけども、ね、で中日の方は川越が、3回、まあ、スリーランホームランで、まあ、勝利したという、うん、まあ、そういう試合でした。はい、はい、で2試合目、うん、8対1、うん、ヤクルト、はい、ヤクルト吉村前回完封、うん、ね、やっぱ自信っていうか、まあ、安定してるんだけども、うん、6回92球この日もね、うん、5安打2三振1四球1失点、うん、ただし7勝8敗、うん、負けが先行しているということで、まあ、シーズン終わる頃にはこれがね、こう勝ち星先行にね、うん、しといてほしいなっていうことは思います、ね、はいはい、で中日小笠原、うん、5回78球5安打4三振2四球4失点という、ね、5勝11敗、うん、まあ、確かにこの11敗っていうのは援護点が全然もらえない時もあったけども、うん、まあ、だけどちょっと負けすぎやな、ね、うん、うん、ね、はい、でヤクルト初回サンタナ13号、うん、ソロホームラン、うん、9回には村上が25号ソロホームラン、うん、でオースティンと岡本が22号、これはホームラン王争い、ね、で3本差ということでね、うん、でこの試合中日は4失策、うん、ね、ちょっともうちょっと頑張ってほしいと思いますね。はい、もうこのぐらいになってくるとタイトル争いも本当ね大変なことになってくるね。まあ、まあ、そうだね、このサンタナがね今首位打者、うん、細川が、最多安打とか、うん、まあ、3割に挑戦してるとか、ね、まあ、そういうこともあるんだろうけどもね、うん、はい、もうちょっとこうね打率打点、はい、まあ、本塁打それぞれまだまだそんなに差があるわけではないセリーグ。そうだね、うん、でね長岡もねやっぱ最多安打とか、うん、首位打者どうなんだっていうようなところまで言ってたんだけど、ちょっと疲れてきてるかなもうちょっと頑張れ ね、 ね、まあ、打率的にはね今5位につけていて、ね、そうなんだよ、本当はね2位とか3位まで行ってたんだよ、ね、そんなこと言ってたら4位に DeNA の山本選手がいて、そうだよ、ね、その上は宮崎選手がいて、そうだよ、で2位って細川選手、まあ、ただねオースティンが隠れてるんだよ、3割2分ぐらいで、あ、で最後まで出切ったら規定打席に到達すると思うんだよ、そしたらここら辺どっかにグイって急に来ますね、まあ、そうだあれみたいなことになるから、ね、本当だからサンタナが非常に頑張ってるけどね、本当ね、はい、で3試合目は、うん、9対4、はい、ヤクルト、うん、これヤクルトのバンテリン最終戦になりますね、まあ、ヤクルトがバンテリンでする最終戦ね、今シーズン、はい、はい、ね、もうそういう時期になってきたね、本当ね、で打ち合いになるとやっぱりヤクルトがね、うん、まあ、ちょっと有利になるかなというね、はい、でその中で先発野手全員安打ということで、うん、バンテリンでね、うん、まあ名古屋付近のヤクルトファンには、うん、まあ、いい試合だったかなっていうような感じがするけどもね、うん、でその中で増田、はい、まあ、ソフトバンクから移籍してきたんだけども、うん、まあ、3回タイムリーツーベース、うん、まあ、6回には同点ホームラン、うん、ね、マスオって知ってる、アツオがマスオってやるんだよ、まあ、あの松田とすごく仲良くてね可愛がってもらってて、マスオじゃないでしょ、アツオじゃなくてマスオだ、あの松田選手でしょ、ああ何アツオと松田が一緒になってマスオって言ってたから、マスオって ね、 ね、でまあ、3回には福永が4号ツーランとか、うん、まあ、福永もなんかこの1年かけてすごく成長した、うん、まあ、中日ではね一人の選手だなと思うのが、うん、やっぱりインサイドのちょっと難しい高めのボールをね、うん、肘を畳んで、まあ、あのバンテリン広いバンテリンで、うん、まあ、レフトに叩き込んだというね、うん、だから非常にいいホームランを見せてもらいました、はい、まあ、ということで、ヤクルトが勝ち越したと、はい、ね、1.5 ゲーム差、そうよ、ね、さっき言ってた話じゃないけれども、はい、そうそうそう、うん、ね、まあ、中日が逃げ切れるか、うん、ね、ヤクルトがまた追い上げるかということです、はい、はい、ということでした、はい、セ・リーグでした、はい、続いてパ・リーグ、ちょっとパ・リーグね変則的です、そうそうなんだ、パ・リーグはね本当に変則的で、ちょっとねどのチームも、はい、どのチームじゃないや、最初はね 10、11、 違う、まあまあ最初は2試合を全部2試合ずつで
最後に、12がここなんだよね。そう、最後12日は1試合カードが変わって西武対楽天という1試合がポンと入りました、はい、そうですね、はい、なので西武と楽天は3試合あったんですが、はい、が、まあ、他のチームは2試合と、ね、そう、お伝えの仕方ちょっと難しいので、はい、まあ、とりあえず星の、結果です。はい、はい、日本ハムと西武は2勝したのが日本ハムで勝ち越し、はい、楽天とソフトバンクはソフトバンクが2連勝、はい、オリックスとロッテはロッテが2連勝、そうだね、はい、で1試合ありました西武と楽天は楽天が勝ちました。全部上位のチームとね、あの B クラスと A クラスが当たったんだけど A クラスが全部勝ったというね、うん、まあ、そういう対戦成績にはなりました。はい、はい、日本ハム対西武、うん、まあ、伊藤バーヘーゲン、はい、ね、西武は高橋光成隅田ということで、うん、これはね1対0、うん、日本ハム伊藤が素晴らしかったね、この日ね、あ、9回、うん、114球4安打10三振、うん、無四球無失点という完封ですね。あ、で12勝4敗、はい、2.91、はい、防御率、うん、ね、日本ハムは9回ワンアウトから磯畑がフォアボール、うん、これもね先頭だった清宮だったんだよ、うん、でね某高橋がマウンドにいるんだけども、はい、やっぱね清宮にやっぱ相当気使うよね。うん、やっぱここのとこホームランも量産してきてるしさ、ね、やっぱ先頭バッターで長打も打たれたくない、ね、塁に出したくない、うん、まあ、そういうことで神経を使った結果、うん、磯畑が磯畑もよく選んだけども、うん、フォアボールになっちゃったのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするんだよね、はい、でその磯畑塁に出たら盗塁、やっぱすごい ね、あいつの足はどういうことでしょうね、どういうことっていうか素晴らしい足してる本当にもうスーってね、はい、走っていきます。で石井が、はい、まあ、セカンドゴロ、うん、でツーアウトランナーサードに進める、うん、ね、で水野がライト前タイムリーでサラル勝ちするんだけども、はい、やっぱねこの石井のセカンドゴロも効いてんだよね、うん、これね相当前に来るよ外野手が、はい、そしたら磯畑の足を持っても一本のヒットでは帰ってこれないよ、なかなかね、うん、でもやっぱちゃんと進めてるっていうことがさ、ボンダでも、うん、磯畑を迎え入れる結果になったよね、うん、だから磯畑のフォアボール盗塁ね、こういうことを無駄にしなかったというね、うん、まあ素敵なその攻撃があったけども、うん、まあ伊藤、はい、5回まで9個の三振、うん、すごいね、めちゃくちゃ飛ばしてたよ、うん、やっぱり高橋コーナー、うん、やっぱこうなんていうの、上を目指していかなきゃいけない、うん、そういうものが本当に投げる姿勢から出てたね、うん、だから見てて、あ、これはね絶対打たれないだろうなっていうふうに思ったぐらい、あの迫力があったよ。なるほど、うん、うん、で常々伊藤が言ってたのは、伊藤大海が言ってるのは、うん、やっぱ僕が投げてる時はブルペン陣を休ませてあげたいと、うん、でいつもフル回転でね、申し訳ない気持ちでいっぱいだと、うん、だから僕が投げてる時は使わないように投げ切りたいと言ってたのが、この日実現したね。ねえ、このやっぱ苦しいよ、みんなが苦しみながら、まあ新庄監督は要はもう最後は楽しもうぜみたいな言ってるけどやっぱ欲があるからさ人間って、うん、だから苦しみっていうのがね、うん、やっぱ来るだろうし、やっぱ首位も狙いたいし2位も絶対確保はしたいし、ね、っていうことでこの1対0っていうのは大きな勝ちになったと思うよね。そして言っていた完封というね、まあそうだね、1人で投げたっていうのも大きいでしょうかね、はい、まあ見事だったね、ね、はい、はい、で2試合目、うん、3対2、日本ハム、まあ、連勝です、この試合これ結局延長戦になるんですよね。ああそうそうそう、うん、バーヘーゲン、はい、おめでとう何がかというと、まあ、結婚申し込んだら OK もらったというね、それがニュースになってましたね。もうそれは成功したという、本当本当、レイエスがサヨナラホームランで、はい、お立ち台で、うん、あれなんでホイットニー・ヒューストン歌ってたの？あれはね、あれはなんか お祝いのあれだと思うんだけど、そう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 、意味ある、うん、まあ歌詞的にはまあ愛してますよ的な感じだから、だけど女性の歌でね、
この歌をチョイスしたんだと思いながら聞いてましたけど、まあそうだね、ああいいやつだね。ああいうところいいですね。お茶目だよね。いいですね。はい、うん、まあこの試合も3対2で勝つことなんだけども、はい、まあ、日本ハムが7回、これ本当にね、あのバーヘンゲンと隅田が投げ合って、うん、もうすごくいい投手戦をね、うん、展開してたんだけども、うん、日本ハムが7回、5番水谷、2アウト1塁、うん、先制ツーランホームラン、まあこれ7号なんだけども、はいはい、ね、あの水谷が今日5番に入って ね、うん、 ね、この日ね、うん、あの先制ツーランということで、はい、で西武、先制される前、うん、6回に先制のチャンスがあった、ね、2アウトランナー2塁、うん、ランナー長谷川、うん、ね、西川がライト前ヒット、うん、万波がホームへ送球、うん、一時はセーフ、一旦ね、一旦セーフ、セーフでホームインということだったんだけれども、でもリクエスト、はい、ね、間髪入れずにもうリクエスト、はい、ね、それがひっくり返ってアウト、ね、万波の方、ただね、あれキャッチャー伏見だったの、うん、このね、伏見のタッチの仕方、ボールを取ってタッチの仕方、抜群にうまいね、あの子は。これ本当ね、あのバックホームってコンビネーションっていうかね、まあ、そう、投げる方受ける方のね、うん、ありますね、ドンピシャの、ね、いやだから伏見がやっぱ万波の肩というものを生かしてるって言ってもね、うん、もう とにかく強いけど、うん、あの生かしてるって言ってもいいよね、うん、それと抑止力、うん、もうね、なかなか走ってこなくなったよ。あのあれね、あのライトに飛ぶとね。そうそうそう。うん、で深い位置でもタッチアップしなくなったもんね。どうしようっていうね。うん、だからそれだけでも違うよね。いやそう、なんかもうこういるだけでね、はあ、ちょっと阻止できるというのもありますね。そうそうそう、うん、うん。で8回。はい。ね、西武の攻撃は、うん、まあだけど2点先制で、まあその後点取れずに、うん、まあ6回もね、うん、先制のチャンスもあったんだけども、うん、まあ点が取れず、うん、でも8回岸がソロホームラン、うん、2アウト1・3塁から西川タイムリーツーベースで、うん、まあ、同点ということで、ね、まあここから延長に入っていくんだよ、うん、でだけどこの西武の西川、うん、成長してきたね、うん、使われると成長する、なるほど、うん、それとなんかこう真摯にやってる、うん、うん、まあ、その姿が非常にあのよく映るんだけどもね、うん、はい、で延長11回、はい、レースね、ね、海野から、うん、サヨナラホームランという、ね、素晴らしいね、それであの歌が聴けたという、そうなんだよ、うん、ね、もうご機嫌で歌ってたけどねまあだけど2試合連続のサヨナラ勝ち、うん、ね、やっぱ西武もね、いい野球をやるし、そうですね、やっぱピッチャーってなかなかね、やっぱハマったら打てないよ、うん、このここのピッチャーって、うん、まあだけど、まあしっかりサヨナラに持ち込んだということは、うん、ね、万波の肩であったり、磯畑の足であったり、うん、レースのパワーであったり、水谷のね、まあ先制もあったけども、うん、だけどやっぱこういい選手、特徴のある選手、まあ水野がライトにサヨナラヒットもそうだけども、うん、なんか特徴のある選手が本当に躍動してきてるなっていうふうに思うね、うん、まあエース、伊藤、うん、ね、おめでたバーヘンゲンおめでたではないおめでたい、おめでたいだよねそのバーヘンゲン、うん、7回92球、うん、5安打9三振、無四球無失点、もういやできるじゃない無四球ってちょっと今日この日はちょっと違うパワーが手伝ってたし、ね、ちょっと違うぜみたいなそんな感じだったのね一味違うよ、まあ隅田もね、でも本当に9回、うん、111球、うん、3安打10三振4四球、無失点、あ4四球の0四球の、2失点というね、そうそう、デッドボールはなかったというね、そうだね、まあ4四球がねちょっと多いなっていうような感じはするけども、まあでもしっかり投げたね、3安打13振、素晴らしい、そうだね、素晴らしかったね、うん、はい、まあそういう2試合でした、はい、はい、続いて、うん、楽天ソフトバンク、はい、1試合目が1試合目というか楽天が小蛇竹中、うんうん、ソフトバンクは石川大関ということでね、うん、始まりましたけども、はい、1試合目、うん、ソフトバンク、うん、4対1、うん、初回栗原タイムリーツーベース、もうあっさり近藤がタイムリー打つんだよね、うんうん、でもうあっさり2点を取ってしまうという、うん、で楽天その裏1点返すけども5回、ソフトバンク2アウトから栗原ヒット、うん、もう山川が31号のツーランホームランで突き放すという、うん、
もうね、ツーアウトから栗原出て、山川、もうなんてことなく、ホームランで2点取って帰ってくるというね。やっぱ、ここら辺のし、言った名前がさ、栗原タイムリー、近藤タイムリー、ね、栗原ヒット、山川ホームラン、なんかさ、この中軸だけで野球やってるみたいなものなのね。ここだけ特に聞いてるとね。まあそうだね、まあ楽天もね、4位に甘んじてて今、やっぱこう、まあ3位であるロッテを追ってんだけど、なかなかやっぱりうまくいかんね。で、石川、この日は6回3分の1、91球、6安打、4三振、無四球、1失点、まあ、自身3連勝、5勝目ということ、まあ、前回につき無四球、石川ってさ、ちょっとボールが荒れるっていうイメージがあったんだけども、まあ、こう非常にまとまってきてるよね。で、先発ピッチャーがさ、ちょっと疲れてきてんだよね、ソフトバンクの方は。でも石川はこうやってしっかり投げれるような投球をしてくれると本当に助かると思うんだよね、はい、で小蛇、このソフトバンクキラーと言ってもいいぐらいのピッチャーだったんだけども、まあ、7回114球、5安打4三振、3四球2つのデッドボールの4失点というね、まあちょっとこう四死球で暴れるかなという感じがするね。五四死球というのが、そうだね、ちょっと多いですね。多いね、まあこの課題は来年かな、というようなことですね。はい、はい、で2試合目、9対2ソフトバンク、楽天、2回、石原大郷のタイムリーで2点先制ということで、ね、やっぱこうロッテを追い上げなきゃいけない、まあ、ソフトバンクどのこうのというよりもやっぱ勝つしかないんだよね、でソフトバンク3回、川瀬がワンアウト1・3塁からレフトへ犠牲フライ、で、まあ、ランナーを返すんだけども一塁ランナー尾形、まあ、内野安打で打ってて一塁に出てるんだよね尾形が。それで1・3塁になるんだけどなってたんだけども、これがまた二塁へタッチアップしてんだよ、外野フライの時に。そうそう、やっぱね外野の取り方だとか、いろいろ見てるね。なかなかねタッチアップ、そこのタッチアップ難しいケース多いですけど ね、 そうね。で、楽天はね阿部がレフトを守ってるんだよ、マスターの、だからこれもねあんまり外野手っていうの振らねなんだよね。なるほど、そういうことも多分頭に入っててタッチアップして二塁に行って成功するという、その後今宮がタイムリーヒットで同点にするというね、だからそつがないなっていうような感じがするよね、ソフトバンクはね、で5回ツーアウト一塁、まあ滝中がこれ牽制しなくてもいいのになと思うんだけども、ツーアウトランナー一塁で、でさせるような牽制もしてるわけじゃないんだよね、これが悪送球になってツーアウトランナー二塁になる。で今宮がタイムリーヒットで3対2逆転ということで、勝ち越しということで、でそれからもうちょっとダラダラになっちゃったな、6回正木がソロホームラン、8回には5点を取って勝負を決めるというね、だからやっぱり一つのミスがきっかけで流れが本当に悪くなる時があるからね、ちょっと気をつけてほしいなと思うよね。もうこう止められなくなるようなね。まあそうだね、そういうふうになる時ありますよね。まあ、そうだね、だから相手隙を作っちゃいけないっていうこともあるしね、まあ、タッチアップでね一塁からセカンドに走られる、レフトフライでね、だからまあそういうことも含めてもう少しこう隙がないような野球ができるといいなと思うね、で大関、7回110球4安打4三振2四球2つのデッドボールの2失点という、で8勝目、まあ自己最多タイかな、まあ2桁チャンスあるからね今年 ね、 ねちょっと頑張ってほしいなと思うし、はい、まあ楽天の方は5安打、まあ、悪送球とか一塁のタッチアップで、まあ、ゲームを落とすような形になりましたという。はい、でソフトバンクはマジック11、ね、いよいよ減ってきてますよ。いよいよ減ってきてるね、まあ今度の対戦では一桁いくかっていうことだよね、で最後、オリックス対千葉ロッテ、1試合目エスピノーザ田島、ロッテは唐川海景という、ね、1試合目ロッテは逆転勝利、まあこの試合、オリックスは優勝の可能性がなくなりました。この試合に負けて、ね、負けてね、で4連覇の希望があったんだけども、まあ完全に消滅したという。で今年はやっぱ投打に苦しいんだかな、
なかなかね、山本投手が抜け、サチアが抜け、そうですね、で山下俊平だがちょっと状態が悪くてとか、ちょっと出てたのにあまり出なくなったピッチャーなんかもいたりして、まあ ね、まあそれと中継ぎとかがね、やっぱこう思うように投げれなかったということ、それと野手もやっぱ杉本、まあ、頓宮とかもねあまり良くなかったし、森も途中で怪我したり今も怪我したりだとか、ちょっとやっぱ負担が来てるかなっていうような感じがするよね、だからまあただ若い選手を中島監督がこう盛んに使い、まあ、成長させてるから、また来年ねピッチャーさえ整ってくると、まあ、ムクノキも、ちょっと後ろの方で少しね、だから準備は来年に向けての準備はできてると思うから、だからまあ来年楽しみかな。で高さんはね、ムクノキ投手はもう5校でね、そうだな、ちょっと盛り上がりますね。まあ可愛い後輩だからね、ほんとね、はい、そうだね、はい、はい、まあ4連覇がなくなったというちょっと残念ですけど、ただこの試合はね、2回杉本が豪快に15号ソロホームランで先制するんだよ。さすが元もう打った後にもうラオウのポーズしてたからね、するぐらいの豪快さがあったんだよ、でしかしロッテ、はい、まあ、4回、外が同点ホームラン、安田がタイムリーね、藤岡押し出しフォアボールという、ね、もうあっさり逆転して、5回外がまたソロホームランの18号、すごいね、あの外がねここに来て元気になってきたっていうのは大きいな。めちゃめちゃ元気ですよね。8月ね確かねホームランなかったと思うんだけども、ここに来てまた量産体制に入ってるんだよね、でこの試合で、まあ、先取点は取られたけども、なんかこうすごく落ち着いて投げてたのが唐川、5回76球5安打3三振1四球の、1失点ということね、はい、でこの試合からその岡が帰ってきました、はい、怪我から復帰、怪我してましたからね、ただね、これ高部がその前の千葉マリンでちょっと飛びついた際に手首を捻挫したんだよね。ちょっと変なことになってましたもんね。そうだね、だから、まあ、登録抹消になったんだけども、まあ、みんながそれはいいんだけども、やっぱ岡が帰ってきた、来てくれたっていうのはちょっと大きいかな、これからな、不幸中の幸いというような、ね、まあそうだな、まあみんなが揃うのが一番だけどね、一番ほんとね、はい、で2試合目、12対3、ロッテ、ね、ロッテもね非常に点が取れるようになってきた、まあ一時期本当に点取るのが大変だったんだけども、ロッテがこの日17安打12得点、まあ言うと外が3回スリーランホームラン19号、ね、ポランコ4回ツーランホームラン20号、中村6回スリーランホームラン4号、ね、非常にこうホームランも出始めてるし、まあ、非常に点の取り方が豪快になってきてるね、で足ももともと使えるから、まあ、それを融合しながら得点を重ねていくと、これはやっぱもう日本ハム、ロッテ、楽天、まあ、面白い戦いになるんじゃないかなっていうふうには思うね、でオリックス田島7失点、前2番手5失点ということで全くゲームを作れなかったということだね、でロッテはカイケル6回87球、6安打5三振2四球3失点ということで、まあ、ちょっと気が抜けたかなまあ点がね、まあ点がね、非常に取ってくれたんでね、はいはい、まあ来日2勝目ということでね、はい、ロッテが連勝しました。はい、はい、そして今日1試合行われている西武対楽天、3対7、7対3、楽天、あの藤井がね、非常によく頑張りました、はい、6回102球、10安打、4三振、1四球の3失点というね、これ8勝目かな、9勝目だね、もう王手だね、よく頑張ったね今年藤井ね、でね、一方西武で投げた杉山、はい、横浜高校から入った1年目杉山春樹投手ね、はい、まだ18歳、18歳、誕生日が9月の27日だったから23日、だからまだ18歳、ねえ、3回58球、5安打2三振無四球1つのデッドボールの6失点、18歳、そこで18歳ねえ、だ杉山、何あのね面構えがいい
つらがまえ。いやこれ大事なことだよ。つらがまえそうだけど、そう、投げてるボールも、まあ、しっかりしたボールも投げてるし、うん、まとまってていいと思うんだよ、うん、ただねピッチャーゴロ 2回、うん、ファーストに暴投してるんだよね。うーん、これが失点につながってるんだよ。これはだからピッチャーって、うん、まあ例えばホームに投げるフィールディング、うん、これも大切な要素なんだよね、牽制とかも、ね、うん、だからまあ18歳でね、うん、まあ慌てたとかいろいろあるにしても2つのエラーをしてるということが1回と4回に、うん、うん、これがちょっと下手なかったな。これがまたね残ったりとかしなければいいですけどね。まあ多分大丈夫じゃないか、18歳だし、まあ、横浜高校だからうん、まあ、あの肝は座ってるから多分、うん、まあ、大丈夫だと思うよ、ね、うん、また次登板楽しみですけどね。そうだね、うん、渡辺義明にタイムリー打たれてたけどね、うん、杉山そう、ね、ちょっと同じ高校の先輩後輩なんだよ、ね、後輩から打ってやんなよって思うけども、楽天も必死だからね。逆にもうね先輩としては打たないとか、まあ、確かにね、それになりますよね、はい、うん、で西川、はい、ね、この前日本ハム戦の時こう話をした西川、うんうん、5号ホームラン、はい、これねやっぱ成長してる、うん、ね、もうなんか今年は本当にいいものを掴んでね、掴んだものをオフでまた磨き上げて、うん、成長してほしいなと思うよ ね、 ね、うん、ただね西武はね、うん、3回長谷川が牽制してるんだけど、はい、ちょっと下向いてんだよね、ボールから目を離してるって、まあ、そういう牽制しの仕方っていうのは珍しいんだけどもさ、うん、まあ、ちょっと緊張感が足りないかな。なるほど、はい、せっかくのランナーですからね。そうだね、まあでも楽天がね7対3で勝って、はい、ね、連敗を止めたということになりますね、うん、はい、という3連戦を振り返りました。はい、パ・リーグは、はい、まあね、今1位はマジック11のソフトバンクですけれども、はい、8ゲーム差で日本ハム、はい、その下がロッテ 4.5 ゲーム差、はい、楽天がその下4ゲーム差、うん、オリックスは 3.5 ゲーム。あ、そうだね、ちょっとゲーム差はあるので、あ、ちょっと苦しくなってくるな、だんだんな、うん、ゲームも少なくなってくるし、そうそう、はいはい、だからちょっとね直接対決とかがあるとまたそこで縮んだり広がったりもあると思うんですけど、まあね、うん、なかなかね。ただ12球団の中で一番心配なのは、うん、やっぱ広島だな今ね、ちょっとここまで頑張ってきたんだから、この段でちょっと3連敗はちょっと痛いな、ね、しかも週攻防戦でしたからね。そうだね、まあ、それをねしっかりちょっと切り替えて、そうだな、次は行っていただきたいと思うんですが、巨人はいい勝ち方したな、うん、巨人はねヤクルトと神宮で明日から、はい、で甲子園で阪神広島、うん、DeNA と中日、はい、はい、まあ、ヤクルトはね当たってきてるからね、またね、ね、巨人もちょっと、うん、気をつけないとというところですかね。はいはい、で明日は、はい、パリーグは西武対ロッテ、はい、もう変わるんだよねこれはね。そうそう、はい、西武対ロッテで、はい、オリックスとソフトバンクっていう感じなんですけど、はい、そうそう、楽天日本ハムがその次の土曜日から始まるという感じですかね。はい、まあカードによってはね、うん、ちょっと簡素になったりだとか、うん、ちょっとボリュームを厚みにしたりだとか、ゆうたかさんが話したいことがいっぱいあったりね、まあね、まあそうなってくるのも仕方ないっていうことで、試合とかカードとかによってもちょっと変わってきて、うん、まあいろんなファンがいるとは思うけども、うん、ご了承ください。はい、またしっかりお伝えしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。